定6、初の日本単独ライブの東京公演が成功裏に終了。25/7にはセカンドシングル発売今年3月に、If Childa また会えたら、で日本デビューを果たした。世界で話題沸騰中の5人組バンドデー6が、6月13日、デー61ストーンライブインジャパン、ザベストデー、というタイトルの通り、デー6、初となる日本単独ライブを東京、渋谷ツタヤオーイーストで開催した。この、初となるワンマンライブを一目見ようと、日本だけでなく、海外からも駆けつけた多くのファンで客席は熱気に包まれた。メンバーがステージに登場すると、大きな歓声をかき消すように、アイウェイと、ジャパンバー、の演奏が始まり、その後も、自分たちの音楽、をしっかり聴いてほしいという思いが込められているかのように、How can I say, I need somebody, を続けて歌い上げた。3曲をノンストップで歌った後、初めて言葉を発したのはリーダーであり、ギター、ボーカルのソンジン。ファンに向けて挨拶をすると、ベースの4系は、多くのファンが集まってくれたことに驚き、キーボードのウォンピルは、初めての日本でのワンマンライブを楽しみにしていました。と叫び、続けざまにドラムのドーンは、思い切り楽しんでくれたら嬉しいです。ギター、ボーカルの J も、一緒に盛り上がっていきましょう。と、全員日本語で、ファンに向けて思いを伝えた。その流暢な日本語からも、しっかりと今日に向けて準備をしてきたことが伺えた。彼らが海外で高い評価を受けているのは、ライブを見れば理解できる。どこか刹那的で、言語や国境という壁を取り払い、聞き手それぞれの解釈で情景を慕う。浮かべることを許してくれる、そんなサウンドだから世界で戦えるのだろう。この魅力を作り上げている彼らの要素は、全員がボーカルを担えるということ。例えば、ソンジンのボーカルは叫びと悲哀に満ちた独特なセンスを持った声である一方、他のメンバーもハイトーンやシャと、甘い声色やファルセットなど、5人がそれぞれの声色を操ることによって、一曲に多くの表情を与えてくれる。そんな5人の個性の化学反応で生まれるハーモニーこそが、デー6の最大の魅力であることが、今日のライブでしっかりと日本の地に刻み込まれた。6月6日に発売したばかりのベストアルバム、ザ・ベストデーに収録の曲も含め、1020曲を歌い上げたデー6。7月25日には、産方真一氏プロデュースによる新曲、ストップ・ザ・ラインが発売となる。バンドの形態を取りながらも、ロックという概念だけにとらわれない字。良し度の高い彼らのサウンドは、誰もが楽しめ、誰もが感動できる。そんなデー6の今後の5人のハーモニーに期待したい、リリース情報 2ND シングル、ストップ・ザ・ライン、発売日、2018年7月25日、水曜日、通常版、CD のみ、金版、WPCL12912 価格、1204円、税抜き、初回限定版、CD-DVD、金版、WPZL3148。5/4価格、1852円、税抜き、収録曲、1.stopthelinen.fallingsun.stopthelinen、インストゥルメンタル、4.falling、インストゥルメンタル、関連サイトで6日本公式サイト、http:06japan.com。